久保です。吉田さん、やっぱりね、得意分野を伸ばすのと不得意分野をこう不得意じゃなくするのと、どっちがいいのかというと、なんかどうもね、得意分野を伸ばした方が同じエネルギーかけるぐらいだったらそっちの方がいいらしいですよね。だから不得意分野を撲滅するみたいなことでね、高校の時とか夏期講習とかありました。不得意分野をなくすんだみたいなね、そんなことするよりも一番得意なものを同じエネルギーで伸ばした方が倍から3倍早く伸びるらしいんですよ。で、不得意分野をなくすっていうのはどちらかというと平均的な人間を作るためのやり方らしいですよね。一点集中で一番伸びきってるものをいった方が、個性的な人間は育つし、特徴がはっきりするし、あと得意分野なんで一番楽らしいですね。得意と好きっていうのはちょっと似てるようで違うんですけども、でもね、どちらかというとこっちがいいかなっていったものを、伸ばした方が、同じエネルギーで2倍3倍伸びる速度が違うということでございます。ですんでね、学校の教科でいうと国語算数理科社会体育みたいなのありますけども、勉強はどうもなーっていう人でも体育が あればなんとか運動会とか得意だよとかかけっこ得意だよっていう時はそっちの方を一生懸命ね応援したりとか育つようにした方が、なんか結局陸上で輝くような人間になって、勉強はいまいちだけども運動はスペシャリストだよみたいなね、アスリートが育つそうなんですよ。で、その後で余裕ができたら、興味のある勉強は後からすればいいっていうことらしいんですよね。それがですね、不得意分野を何とかしようと思って得意分野を伸ばすことを、そのエネルギーを不得意分野を何とかする方に傾けちゃうと平均的にはなるらしいんですよ。だから日本的な、教育だなと思いましたよね。不得意分野撲滅みたいなのね。だから今みたいな時代になってきたら、本当ね、不得意分野はあっていいと。でも不得意分野がもうね全然気にならないぐらい得意分野をどんどん伸ばしていけば、そこで輝くことができると、そこで自分というものが確立できるそうなんですよ。で、私もね、麻雀店の経営者としてはもう三流以下だったと思いますけどもでもこうやって YouTube やればね、同じエネルギーというか100分の1ぐらいのエネルギーで麻雀店で出なかった成果の何百倍も、YouTube を通じて生かしてると思うんですよね。だから本当その通りだなと思いますよね。吉江さんもなんかあれじゃないですかね、試行錯誤とかいろんな山あり谷ありあったと思うんですけども、おそらくですよ、そのグループ会社の中の一員としてやるよりも自分が頭になって、しかも何て言うんですかね、社員はいないっていう状態、このポジションだと同じぐらいの労力でね、いやもっと言ったら100分の1ぐらいの労力で何百倍ものパフォーマンス上がったんじゃないかなと私は見てますけどね。やっぱりね、吉田さんは私のその麻雀店の頃からの姿を見てるように、私もね、吉田さんが裏方だった時から見てるというね、お互い見て見られてるという感じで、なかなか面白いですよね。こういう関係なかなかないんじゃないですかね。いや、私はね、羨ましいというかね、ありがたいなと思ってますよ。これからもよろしく、いってらっしゃい。広島雪が降ります。